はい、どうも、マグマグマグロンと申します。絶景ですね。この綺麗にね、並んでいる家々を見るとね、七町冥利につきますな。そしてみんな病気になってるって、おい、なんで病気になっとんじゃい。見てこれ、すごくない？この病気。実は動画外でちょっとしたね、整備を細々としたものはね、ちょっと動画外でやってたんですけど、これはちょっと動画にしたかったんで、ここで一旦やめたんですね。で、1週間経っております。見てみましょうか、原因を。来ちゃった。ここ、点々点々だよ、もうほら。いよいよ来ちゃいましたよ、もう。というわけで、もう、どこに行っても逃げられなくなってしまいました、お水が。なので、1個前に買っておいたもう一つの逃げ道、それがこちら。これさ、ダム作ってさ こいつら来れないようにってできないのかな。ちょっと実験。水力を発電する意味は必要は全くないんだけど、大堤防24万もかかっちゃう。半額ぐらいでなんとかなりませんか。向こう側が溢れちゃうのか。ってことは逆に作った方がいいな。逆がいいんです。なんとかなりませんか。そうだよね。こうがいいんだよね。あ、ダメだ。もう入り込んでる あ、シャッター、これ移転できないんだ。よし、ロードしよう。どこまでも入り込んじゃってんだな。これで大丈夫だよね、ほら。こっち側来ないよね。どう？これで完全にせき止められた。電気を発電するとかそんなのどうでもいいの 排水のこれが来ないようにしてほしい。さあ、これでうまくいくかどうかはちょっと実験なんでね、あくまでもね、ちょっとやってみましょうかね。で、さらにこれを移転させなきゃいけないんだな、1個ずつな。これはじゃあカットでいいかな。ちょっと時間かかりすぎるだろう。で、この中でやるんだよ。どうする？どうする？その中でも端っこに行こうか。はい、じゃあここも、おそらく、カットすると思います。はい、じゃあ、はい、というわけで、完成しました。水力ダムで囲った取水施設は、この汚れを完全に除去していただけるのかどうかの実験です。さあ、どうなるんでしょうかね。うまくいくでしょうか。ちょっと時間を進めますよ。ねえ、うまくいくんでしょうかね。で、水直したんで、病気はどうなった？じゃあ時間進めます。あれ、減らない？減るよね、減るよね。はい、ありがとうございます。なんか向こうがバツになってるけど、あ、電線だけ残ってんのが邪魔くさいから消すか。風力タービン用のね、電線が残っちゃったんですね。
よし、じゃあ、ちょっと一旦ここで止めて、また今回ね、何していこうかな。メモや、一回あるんだよね。まず、カピトンに足りないものを作る。よし、じゃあ、カピトンに足りないものを作りまーす。カピトンってのはこれっすね。あれからどうなった？あ、ちゃんと家建ってるね、ほら。これが林業のカピトンですね。ただやっぱり人がね、なかなか入ってこないですね。で、これがファインファニチャー。これが林業系のものなんですが、林業って大学必要なの？マジ？あれ？学歴必要だ、これ。やべ。林業舐めてた。そうですか、学歴じゃ直そう。これ多分ね、ガリ勉にしちゃってるかもな。働けってやっちゃってるよね。一部のガリ勉のみが大学に進学。これをやめよう。進学を優先させる。教育重視。こっちに変更。まあ、なおさら、働かなくなっちゃう。かもしんないけどね。ほう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 、なかなかいいのができてますね。あ、あと、そっか、足りないものってのは警察と消防のこと言ってんのか。一区画に1校、なんだっけ、書き込みにもあったけど、一区画に1校学校あった方がいいって言ってるから、そういうサービスってのは一区画に1校あってもいいのかもしれないね。一区画って多分これのことかな。この一区画かな。だからこれで言うと全焼してる。ここに1個は必要なんだろうね、多分ね。よし、じゃあちょっと1個ずつやっていきますか。はい、というわけで、ちょっとね、さらに、ちょっとね、作り直しました。それが、こっちの取水施設に対して、排水をね、こっちに移しました。こうして、ちょっと話すことでね、何か変わってくんないかなーっていう、期待の表れでございます。どうなるかはちょっとわかんないですけどね。まあ、一応これで効果があると信じましょう。はい、じゃあそれでは今回はもう一回ね、諸問題解決編でいきたいと思います。その一つの諸問題がこちら。まあ、物が足りんっつってんですね。資材、原料が足りませんと。なので原料を必要とするからこの鉄道駅が欲しいんだけど、これは観光客だけなんで貨物ではないんですね。なので貨物はね、ここら辺に作るつもりですが、その前に、ここら辺にね、貨物を作る予定なんですが、その前に、こちら、ちょっと高速道路をいじりたいと思います。はい、じゃあちょっと一旦カットします。まず高速道路ぶった切るか。こんな感じね。で、高速道路をしっかりと作り直しましょう。どうやった、高速道路は。で、まっすぐ引きたいんですね。こういう感じで。なんでかっていうと、このジャンクションみたいな、こういうのをね、ちょっと作りたいなと。一度ここに作ってあるんだけど、これの反対サイドのやつですよね。グイーンと曲げて。こういう感じで、こういう感じで作りたいんですよね。家も何もかも潰れちゃいそうだな。思ったよりでかいんだな、これ。線路まで潰れちゃうな。
なんとかちょっとうまく作る方法ってないかね。よし、じゃあまあちょっとこれをまんま使うんではなくて、これに近いものを作ればいいのかな。単純に降りるところを作ればいいだけか。じゃあここら辺ちょっと簡単な道路でいいから作っちゃおうか。降りれりゃいいんだろ、降りれりゃ。潰れちゃうかな。そういうことだよね。降りりゃいいんだよ、降りりゃ。で、こっからさらに、そうか、掘っていけばいいだけの話だもんね。あそこ激混みになりそうだけどな。それはしょうがねえか。で、こうか。うわ、でもここめっちゃ混みそうになるね、多分ね。壊しちゃう。どっちみち一通なんだから。こうしちゃえばいいか。あ、そうだよね。だから一通なんだからこれにしなきゃいけなかった。やべ、間違えた。これ出てくるだけだもんね。こう、こう、こう。地下で見えないけれども、こうだな。こうすれば直接こいつらに高速のからも行けると。で、出るのはこっちがあると。高速出口はあるし、入り口もできたと。うん、これでどうです？誰か使ってくんない？早速ちょっとこうなってるけど、誰か曲がらないかな。おお、いきなり曲がりましたよ。フランク魚肉ソーセージ。だから本来これ超迂回してこっちまで来てたんだ。申し訳ないことしたね。じゃあちょっと早送りしてね。早送りが苦手。で、この人はどこに行くんだろうな。林業輸送車って言ってるけど、まさか北まで行かないよね、ここから。ここから北まで行かせたら申し訳ないな。どこに行くんだろう。あ、いいね、そっち行ってくれた。さあ、どこなんだ、どこに行くんだ。でも近くなってよかったでしょ。ここら辺まで来てますよ。あ、ここで右に曲がりますか。さあ、どこなんでしょうかね、フランク魚肉ソーセージ屋さんは。あ、フランク魚肉ソーセージ屋さんに木材を輸入してんのか。あー、なるほどなるほど、理解理解。お、わ、来た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 。あ、建設現場ですかね、これは。
これは何ですか？あ、違うな。フランク魚肉ソーセージ。なるほどね。学歴は不釣り合いだけれども、こういうトラックも走るんだ。これでね、今後ここの資材欲しいって言ってる人たちがもしかしたら減ってくれるかもしれないな。よし、いいことしたんじゃないですかね。一つ、じゃあまず諸問題の一つ解決ということで。はい、もう一つ諸問題解決編、それがですね、この貨物船と貨物駅を作ったんですね、前回。したらですね、マイルストーンでね、こんなのが出てきちゃったんですね。で、次は5万なの。すげえな。貨物ハブ。いやー、貨物駅と貨物船を両方作ったら貨物ハブができました。これは貨物港と貨物駅の機能を併せ持ち、2つの施設が隣接するということは、本来この2つの施設間を往来するはずだったトラックは不要になるという利点がある。最初に言ってということで、でかくね。というわけで、もう作らないといけないわけだよね。今ね、ちょっといっぱい来てるけれども、ちょっとこの2台目が出ていくまで待つか。来んだよ。なんだこれは。水が足りない。なんで干上がってる。そっか、ダムにしなきゃよかったか。ダムにすると水が溢れたんだよね。だからこうしたんだけど、ダメか。しょうがない。こっち側のダムを壊して水増えないかな。どう？あ、一気に水が流れ込んでおります。え、こんなに減るの水。そういうこと。これでね、少し水かさが増してくるんじゃないかな。どう？治った？なかなか治らないですね。あ、治ってた治ってた。ただね、問題はこの、これをね、なんとかしたいからこれを作ったんだけど、埋めちゃダメだったんだね。海の水だからね、これで大丈夫だよね。全部機能してる、ちゃんと。大丈夫？機能してるね。 OKOK。 あー、びっくりした。で、何の話だっけ。そう、これだから、貨物駅と貨物船を合わせ持つって言ってるので、これをじゃあちょっと作りますか。これ壊さなきゃダメ、せっかく作ったのに。なので、ちょっとこれセーブだな。失敗したらのこと考えてセーブだな。ね、これでマグが今何時に遊んでるのかがバレてしまったね。そしてこれが動画になるのはいつのことなんでしょうかね。あー、で、貨物ハブを作ると。あ、道路が消えちゃった。そうだな、これちょっとここら辺ややこしいから、ちょっと全部一回切りますね。え、あ、地下鉄あるんだけど。ほら、立ちのけい、立ちのけい、みんな立ちのけい。なんつう極悪な市長。
こういうことだね。で、ここに、ちょっと、大きめの道路にしよっかな。で、でもこんな大きく必要ねえか。4車線のってのはないんだもんね。じゃあまあしょうがない。結局これか。芝生付き。ここから、あ、アップグレードになってる？向きが合ってるかどうかは見えないけれども、よし、じゃあこれで貨物ハブを電と。あれ？ダメ。貨物ハブ作れない。あ、道路を先に作ったからか。先に行こうか。あ、結構でかいんですね。すごい不安定。これがいいかな。こういうことですね。じゃあで道路と。はい、もう一つ、諸問題解決編。今回の動画は諸問題解決編でお送りしております。その一つがこちら。どうです、今ちょうど船が来ましたね。7人20人、意外と少ないですね。で、これが観光客だ。ん、観光客はそこで何してるの。ここには一応バスレーンはあるのか。あ、あるんだね。そうだ、バスレーンはあるんだけど、やっぱりなかなかバスが来ないのかな。そっか、作ったことすら忘れちゃってたわ。今考えてた諸問題解決がバスレーン作るって書いてあったんだけど、やってたんですね。あー、乗った乗った乗った。乗って吐き出す。そして港に帰るやつがいる。うわー、いいねいいね。今の流れ最高だったね今ね。そうね、諸問題解決編もう一個追加しよう。それが地下鉄。実は地下鉄ってね、結構狭いエリアを通ってんだよね。こっちじゃなくて手で見た方がいい。これ...全駅停車。つまりこれですよね。見えなくなっちゃった。これをちょっと増やさねばならんかな。見れねえな。どうやって見た方がいい。そうなんだね。ここら辺からちょっと上に伸びて行った方がいいかもね。ちょっと新しいの考えるかな。こっちのカピトンまで回しちゃってもいいかもしれないね、地下鉄をね。そうね、アルシンドンと地下鉄ないもんね。農業だからいっかみたいな感じだけど。あ、そっか、エジムンドとかネルシーのこっちにもちゃんとバス、あ、地下鉄行ってんだね。あ、でも結構ちゃんと乗ってるお客さん、ほら 100人とか乗ってるよ。ちゃんと地下鉄乗ってくれてんだね。何さっきから新しい土地の購入の勧めだったの。
わ、結構利用者が多い。ぼや騒ぎが起きてるけれど。港のそばがぼや騒ぎって超怖い。